ちゃん高橋です。今日も元気でいきましょうぜ。はい、久しぶりの質問高橋にして K のコーナー、略して STSK 始めていきたいと思います。それでいきましょう。お願いします。君はめっちゃ下向いてたよね。それでいきましょう。見すぎだろ。オープニングのお願いしますをお姉バージョンでやってほしいです。それでは行きましょう。お願いします。いや、これお姉かこれ。わかんねえ。質問です。あれですね、なんでしたかね、オルタナさん、いつも楽しい動画をありがとうございます。いや、どこと勘違いしてんだ。う、生えてねえし腕毛。僕が真面目な質問すると思いますか。いや、絶対しないでしょ。名前からして不敬。まず大学生になるので入学までにしておいた方がいいことありますか。また大学生のうちにしておいた方がいいことありますか。入学する前は遊んでください、入学した後遊んでください。ガチでサークル入った方がいいと思う。岩子さん、あと K さん、独立も応援してます。頑張り、全然お前だ。おい頑張ります。頑張るな。雷蔵さんですか、たけしですか、たけしさんですか、田中さんですか、キャロラインですか。あれ、誰か忘れてる気が。いや、それはね、決まってるでしょ。たかしだよ。高橋さんはジムリーダーと革命軍の幹部と YouTuber の三足のわらじで大変でしょうか。頑張ってください。わらじ履いてないから。ワンわらじです。質問はないです。ないんかい。高橋さんって高2の冬会を予備校行き始めたって言ってましたが、その前は塾とか行ってたんですか。1年で早稲田はむずいと思いますが、もともと成績良かったんですか。行ってないです。1年で早稲田むずいんですけど頑張りました。私成績はまあ普通だったかな。頑張ってください。高橋さん、ケイさん、こんにちは。最近動画見させていただくようになりました。自然と笑いが出ちゃいます。これからも頑張ってください。質問じゃなくてすいません。もう優しい人だから許す。自分だけのマイルールは何ですか。いや、英語。カップラーメン食べるときはタンパク質を取らないといけないのでゆで卵を買います。必ず外出するとき窓、ガス、水道、電気を確認します。いや、真面目。高橋さんは編集何のソフト使ってますか。また編集のコツは何ですか。僕は Adobe Premiere Elements ってやつを使ってます。編集のコツは自分が見てて面白いと思う形にすることじゃないですかね。なんかいいこと言ったね今ね。カッコつけてるな。いつもたかしず TV 動画で笑いと元気をもらってます。たかしさんとけいさんのやりとりが本当に面白いです。ありがとう。質問、今までの動画で一番大変だった撮影動画とお気に入り動画は何ですか。ありきたりな質問ですが知りたいです。これからも応援します。ありがとう。やっぱこの間のロケじゃないかな、大変だったのは、でかつお気に入りもあのロケ動画だ。あれ最高だったね。だから自分たちにとっては。まあまあね。たかさん、けいさん、こんにちは。最近のコラボ動画楽しませてもらってます。お二人は今後コラボしたい YouTuber さんや芸能人、企業さんとありますか。いや、この間 SK48 さんとラジオやらせてもらって、アイドルがハマりそうなので、アイドルの方々ぜひ。下水感じなんじゃない。そういうつもりじゃないけど。まああとお笑い芸人さんやっぱりやりたいですね、僕。好きなんで、僕はですね、某バーミヤンさんと一緒にお仕事ができたら。某いらん、某いらん、それはもうお待ちしてます。ケイさんが独立をお考えのようなので、その前にぜひ聞きたいです。しないよくわかったね。わからない。高橋さん、ケイさん、こんばんは。いつも動画見て元気もらってます。ありがとう。質問です。私には付き合って4年の彼がいるのですが、もうそろそろ結婚したいんですが、私から結婚したいなみたいなこと言うのはプレッシャーですかね。ちなみにお互いアラサーです。いや、僕は結婚を考えてたらいいタイミングだと思うけどね。それ言われた方が、あ、考えてんだあなたもみたいになるじゃん、こっちとしては、あ、じゃあ動こうかなってなるかもしれないね。恋愛マスター K も言ってたけど、女性からの時代なんで、はい、言っちゃいましょう。あ、逆にね。高橋さん、 K さんのことがすこれはなんだ、来るか。スイカには塩をかける派ですか、かけない派ですか。どうでもいい。どうでも好きじゃないかい。ちなみに俺はね、半々。え、かけんの。かける時もあればかけない。え、かけない。かけないでしょ。なんでかけんの、塩なんかは置いといて、バイト時代で印象に残ってる話があれば教えてください。コンビニでバイトしてた時に、タバコの銘柄でマイルドセブンってのがあったけど、それを必ず頼むおばさんがいたんですよ。ただ何言ってるか分かんなくて、来た際はマルドセブンって言うんですよ。もう聞き取れないから。ただ常連さんだから、もう来た瞬間に用意するって。分かるってこと。マイルドセブンおばさんって言ったんです。短期で派遣のアルバイトやった時があって、搬入作業のバイトだったんですけど、集合場所に行くじゃん、俺以外全員もうゴリッゴリのムキムキおじさんかヤンキーしかいないの中俺。ホテルの全部屋にベッドを入れるっていうバイトで、過酷すぎて最初こうベッド持ってたんだけど、これが持てなくなるからもう握力なくなっちゃって、最終的に俺ベッドこう持って運んでた。次の日もう何も握れなかったから。何きっかけでワンピース好きになったの。俺最初アニメだったと思うな。それかジャンプかコミックかなんだけど。全部じゃねえか。どれだよ。スケスケの実を食えるとしたら何をしますか。いや、それはね、もうそれはそうですよね。それはもう。君は。
何もしないです。いや、しねえのかよ。何歳まで YouTuber 続けていきますか？まあ、YouTube がある限り、あと我々が YouTube を続けたいって思える限りは続けます、うん、だから何歳までっていうのは一応決めてないですね。高橋さんが行ってみたい国は？もう一度バリドイツドイツ行きたいの？いや、なんか語呂がいいなんだよ目の前で乗るはずだった電車が出発しちゃった時に言うかっこいい一言を教えてください。ま、これで朝の美味しいコーヒーが飲めるなかっこいいな。多分俺ちょっとかっこよくないから。ま、乗るつもりなかったんだけどね。いや、ダサいや、ダサこの質問の答えがアップされるのが3月になるのかな。予想してこの質問をします。高橋さんは何から卒業したいですか？なんか深いな。僕は苦しみと悲しみかななんかめっちゃ病んでるやつみたいじゃん。ないですからないですからケイさん、高橋さんにプチドッキリを。いや、高橋じゃねえ、もうドッキリじゃん。歯がいらない、これがドッキリ怖いな。なんか今来るかと思った。今来ないよ、大丈夫。なんだよ。うわー、はい。テスト1週間前になっても謎の余裕が生まれる、この現象の名前を教えてください。 THS ですね。テスト前に部屋掃除しちゃうケイさん、いつ独立するんですか？しないよねしないよ、みんな。明日にもしないよ。岩子に生まれてよかったことは何ですか？たかしとして生まれたよ。たかしとしてだよ。芦田愛菜だよ。関係ない彼女の作り方教えてください。あ、たかしさん、彼女いませんでした。誰に聞いてんの、誰に聞いてんの俺が教えてもらいたいよ。わー、ケイさん手振ってキャー。あ、高橋さんいたんですか？すいません、気づきませんでした。気づくよね、横にこんだけいるんだから気づくよね。気づくよね、手振もいいよ、こうしちゃう悩みをぜひ解決できたらお願いします。開業が変なとこになっちゃった私は今短大生なんですが、今年大学を卒業するんですが、まだ就職先は見つからなくてすごく焦っています、うん、ぜひアドバイスと応援お願いします、うん、人生ほんと何とでもなるから、うん、あの、悲観的になんなきゃ。そうそうそう、自分が人生に対して前向きに向き合ってれば、うん、絶対いい方向に行くんで、うん、だからといって、怠けちゃダメよ。あんな大丈夫しちゃうって言ってたら、それは気づいたら置いてかれちゃうけど、もちろん、うん、まあ、自分自身がちゃんと前向きに、過ごしていれば、問題ないと思います。だから頑張ってください。仕事で悩んでる人たちに向けて一言お願いします。実際に私も悩んでいます。私なんか必要ない人間じゃないかって。いや、そんなこと言うなよ。そうして、俺、やっぱ仕事のために生きなくてもいいと思うんですよ。自分の人生を豊かにするために生きた方がいいと思うんですよ。そのための仕事ですから。まあもちろん仕事の割合が大きくはなるけど、それに支配されたら本当に人生はもったいないと思う。だからちょっと状況が分かんないんであれですけど、本気で他にやりたいことがあるんだったら、そのために人生を費やした方がいいとは思います。で、そのために今の仕事を続けるんだったら、もうそれは仕事よ、仕事、はい、もうこれはこれですってやった方が多分精神的には楽なんじゃないかなと思います。それでもちょっと今の仕事は向いてないってんだってあれば、もう辞めるのも全然選択肢だと僕は思います。ちょっとでも力になれれば頑張ってください。小宮さんのモノマネしてください。いや、それ僕のやつ僕のギャリー。よく似てるって言われるからバイトで検便しないといけないんですが、毎回面倒なので道端に落ちてるやつで検便してもいいと思いますか？いや、ダメだよダメダメ、面倒なの分かるけど、それちゃんとやんなさいとりあえず検便してください。いや、なんで俺が俺する必要ないからどうも、うんちです。いや、どうしたいや、うんちじゃないでしょ。2月がこんだけ寒かったら、8月はどれくらい寒くなっちゃうんですかね。いや、アホか、地球来るの初めてかワンピース名シーンですね。お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよもうこれやってるだけで泣きそうになっちゃったよ腕立て伏せが何回できるか限界を教えてください。スタート。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。78,79,80。はい、これで質問コーナー終わります。みんなたくさんのコメントありがとう。読まれなかった方はごめんね。シミもありがとうはい、そんな感じでございました。今回もたくさんコメント本当にありがとうございました。また次回もね、やりますので、またその時は質問ください。お願いします。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。またねー。